こんにちは。朝7時です、朝から雨が降っていましたね。今日はちょっと撮影が難しいということで、ここからは1時半の動画になります。ブラシの木、恒例の水玉のアップ、雨が上がって曇ってるんですが、13度ぐらいで寒いですね。もみじ葵の白もアップで写していますが、赤はちょっと手が届かなかったので遠くから写しています。真っ暗ですね。ダリアキャプテン、今日も花を咲かせてくれています。キャプテン、咲くのは遅かったですけども丈夫ですね。それからこれは加賀小町です。加賀小町も結構背が高くなりました。アイオライトも、長いこと咲いています。房州小町の花びらは表と裏でだいぶ色が違いますね。水も滴るいい女っていう感じです。キリッとした花ですね。ダリアは私の管理が悪いので、だいぶ倒れてしまって刈り取っているんですが、それでもたくさん咲いてくれています。ありがたいです。ヘリアンサス、和名は柳葉ひまわりですね。満開になっていますが、何株か植えてありまして、まだもうちょっと咲きそうなものもありますね。こちらの別な株はまだ小さい株なので咲くのが遅かったんですが、つぼみがたくさんついています。襲名菊は別名木舟菊とも呼ばれていますが、このピンクの濃いのが原種だと思われます。まだ株が小さいんですが、来年はたくさん咲くかなと思います。サザンカ、新祖父江、全体的に見るとこんな感じですね。まだ花は、あちこちに咲いているぐらいですが、朝倉も、やはりそんなにまだたくさん花は咲いていません。つぼみの方がいっぱいあります。藤若葉、だいぶ開花してきたような感じですね。これはアルストロメリアです。霜が降りるまで咲いてくれるんじゃないかなと思います。タイタンビカス、ブライトレッド、まだ咲いていました。本当に長い間咲いてくれました。もうちょっと頑張ってください。先日植えた金魚草の苗なんですが、順調に育っております。寒さにも強いようなので楽しみにしています。夕べの丸尾です。本棚の上で、こんなスタイルで寝ようとしていたので写してみました。このまま寝られるんでしょうか。下から写すと面白い顔していますね。人間も下から写されるとちょっと変な顔に写るので、あまり猫のことは言っていられないかなと思いますが、ついつい撮ってしまいました。これはついさっき、白縁こにゃんこがやってきていました。丸尾はと言いますと、ちょっとね、尻尾を強めに振っています。ちょっと怒ってるんでしょうか、威嚇してるんでしょうか。今日はこの丸尾の尻尾フリフリを見ながらお別れしたいと思います。急に寒くなったので、皆さん風邪をひかないように気をつけてください。それではこの辺でさようなら、バイバイにゃーん。